いや、あんなさ、生きてる私をよく取り合ってくれたね。取り合って、確かに。取り合ってたかな、私は別に。なんかこう、普通さ、絶対嫌われると思うよ、私。確かにめっちゃ生きてたもんね。めっちゃ生きてんだよ、もう。めっちゃ生きてた。何があって、イキリーからバブちゃん、確かに。あの頃のユミリー、マジでイキリーだったわ。なんか、いや、これ言っちゃダメかな。もう昔だからいい？いいよ。すんごい、それこそもう9年ぐらい前。8、9年前の時、やっぱポジション、あの時期はすごい、今もかもしれないけど、あの時ってすごい重要じゃん。誰がセンターやるとか、なんか誰が歌割り上とか、すごいみんな気にする時期があって、その時なんか、私がなんか悩んでたのかな？あんま覚えてないんだけど、うん、なんか、ポジションが後ろのことで悩んでたかなんかがあって、すごい悪気なくユイリが、私センターしかやったことないからみたいな言ってて、やばめっちゃ生きてるやんって思った。やばいよ。やばかった。でも全然悪気なさそうだったよ。私はめっちゃ笑ってた、それ。もうもうなんか良かったから、私はもう怖い。しかもさ、うん、その後に僕の太陽公演とか始まるときに、うんうん、高見菜さんのポジションっていうのを見たときに、うん、もうさ、みんな前田さんがさセンターだと思うじゃん。あ、はいはいはい。だから前田さんじゃなかった、みたいになっちゃって。ウケる。やばくないの？高見菜さんなんて全然すごくもうセンターみたいなもんじゃん。だよね。もう無理意味で言いたくない、センターじゃないならやんないみたいな。ウケる。もうムカつく。昔めっちゃ覚えてるんだよね、その生きてたユイリ。ないよね。いや、もう当時はやばかったな。面白い、面白いってなった。今だから話せるイキリーブユーデン。いや、やばいやば、もう絶対生きれない、一生生きれない。どのぐらいまで生きてたかな、私。どのぐらいまで生きてた。どのぐらいまで生きてた。チーム4、峯岸チーム4、1代目の初代か。生きてた？でも私は、パジャドラで、生きり終わったと思う。生きり終わったの？うん、多分、なんか、ポジションをめちゃくちゃ下げられた瞬間に、うん、ダメなんだなってなった。結構序盤研究生か、うん、なんか多分それが初めてユニットもセンターじゃなくなったのよ。あ、代わりにポジション覚えてるとか。現状主義。そう、萌えがセンターでクラビーと私みたいな。そうだね、確かに初めてセンターじゃない。そう、そっから生きり終わったの。生きるのやめた。今生きるのやめた。今生きりのかけらもないよね、本当に。うん、絶対生きれないよ、もう。すごい、本当に。今こそ生きててほしいわ、お前。怖くない？やだ。生きててほしい。ウェイって。いや、もう想像できない。もうできないもん。ウェイ、生きりってやっててほしい。無理無理無理。めっちゃいじったやけど、そしたら。ね、あの時の再来じゃん。ね、やっためっちゃ切ってんじゃんって。あ、面白い。ユイリって面白い。かわいい。